窒素循環のモデルズ原下の根流窒素固定菌とは、空気中の窒素を固定する一部の細菌や古細菌のこと。この作用を生物学的窒素固定と言い,い、窒素固定を行う微生物をジアゾ栄養生物という。窒素は大気素性の主たる構成要素であるが、不活性な気体である。しかしながら、タンパク質の網の元に含まれるなど生物体の構成要素として、 非常に重要である。植物は無気体のアンモニア及び硝酸同化、有機物体窒素の利用が可能であるが、気体の窒素を利用できるのは唯一窒素固定菌のみである。また、有機体窒素のアンモニア化、アンモニアを硝酸まで酸化する、消化過程、硝酸子を気体の窒素まで還元する、硝酸還元過程など、窒素の循環に、 多様な代謝系を持って循環に寄与している。窒素固定菌の一種として根粒菌が知られ、大気中の窒素をニトロゲナーゼによって還元してアンモニア対窒素に変換する。ニトロゲナーゼによる窒素固定反応は知識のように表される。この反応による直接の生成物はアンモニアであるが、これはすぐにイオン化されてアンモニウムになる。生きている。 ジアゾ栄養生物であれば、ニトロゲナーゼで作られたアンモニウムは、グルタミンシンセターゼ、グルタミン酸シンターゼ経路によって同化され、グルタミン酸塩となる。また、アショウ酸菌やショウ酸菌といった、消化細菌の存在下では、最終的にアンモニウム塩は、ショウ酸塩として、植物が利用できる形になる。また、シロアリの体内共生菌には窒素を固定する種が、含まれる。 ありがとうございます。